皆さんこんにちは。あの人間と言いますのはね、少年波動を超えないと本当の悟りにならないんですよ。そこでお釈迦様空になれとかね、老子さんは無因してなせとか、イエスさんは善択とか言うわけですよね。で、皆さんこれ座ってらっしゃる、まあ、あるいは働いてらっしゃる、そう、自分の本体というのは深海にいましてね、心霊の世界にいて、もう光明三年として生きているわけなんでしょ、誰も彼も。だから人間は神の子だと言いますね。それはどうして神の子かというと、自分の本体が心霊の世界にあって光り輝いているんですから。だから思いがない時にはそこにいるわけです。それで何が自分の運命を邪魔するかというと、それは自分の想念なんですね。想念波動、思いの波が自分の運命を邪魔するわけですよ。だから一番悟りに近い状態ってどういうことかというと、思いが揺れ動かない、いつも静かに、しかも明るくね、心が動揺しない、不動心と言いますね。心が動揺しないで清らかに、しかも明るく落ち着いてるって、そういう状態が一番いい状態なんですね。かも波が立ってね、いつも波立ってる状態は、まあいいことをしてもですよ、いいことをしても波立ちながらいいことしたんじゃ、それはまあ大したことはないんですね。心は冷静になっていて、心は暖かく明るく穏やかに、しかも生き生きとしてなきゃなんですよ。そういう状態で動いていく、ね、そうなるためにどうしたらいいかというと、思いをね、想念をいつも神様の中に入れておいて、守護霊守護神さんの中に入れておくという練習が必要ですよね。それがこの統一会なんです。この統一会というのは、自分の想念をね、神様にお預けするというね。で、神様の肩から自分が動く、自分の本体から動いていく、自分の本体があなた方が統一していると、正人さんばかりじゃありません。自分の本体も一生懸命ね、神様の御心を表すために働いているわけです。いわゆる自分の思いが邪魔しなきゃいいんですよ。自分の生活も人の生活も思いが邪魔してるんだから、思いを一遍消さなきゃなんです。で、私はみんな消えていく姿って教えるんですよ。あらゆる出来事も、あらゆる思いも、みんな消えていく姿で、あるものは完全円満なる神の御心だというのは、神様、一なる神様じゃなくて、ね、皆様の実体の本心ですね、本心そのものが光り輝いてるんですから、いいですか、それ間違えちゃいません。光り輝いてる本心だから、それを表しさえすればいい。表すためにはどうしたらいいかというと、頭の中ごちゃごちゃごちゃ、表知再覚ですね、頭の中でごちゃごちゃしてる思いを消さなきゃいけない。消すためにはどうしたらいいかというと、統一が必要、ね、そこで世界人類が平和でありますようにという人類愛の心の中に、ね、人類愛の心を通して守護霊守護神の中に、神様の中に自分の想念を入れてしまうのがこの統一なんですよ。そこで御威霊団というものがね、神々がその想念の波動を消すためにね、ここで一生懸命柏の中に光り輝き、口弁の中に光り輝いて、皆さんの想念を消しているわけです。だから、あなた方は統一しているというか、本当は一番いい仕事をしている。一番神の御心を表し、人類の平和のために働いているんですよ。だからただぼやーっと座っているように見えるけども、実は、あなた方はここに座って、世界平和の祈りの中で、ね、お祈りをしていることは、世界人のために大きな働きをしているんだということをね、改めて自覚してください。ああじゃない、こうじゃない、こんなふうに頭を持ってて、一番働かない時ですから、そのつもりで、バカの考え、休みに似たりってありましょ？ね？バカほど考え、そうでもないけどもね。あまり、ね、くよくよしないで、本体から出てくる光でもって動き出す。だから、悟りの本格、要するに、本当に悟りますとね、やることと思うことは一つなんですよ。やろうと思うことはやってる。ね？しかもそれは正しいことである。正しいことをあまり思いまつらわないでスッ、スッとできる。しかもそれが人のためにもなり、社会のためにもなり、国のためにもなるということは、スッスッとできるようになるのは大事なんですね。それで一番危なくなくできるのは何かというと、世界平和の祈りなんですね。寝ても覚めても、歩いてみても、ね、おトイレにいても、トイレの時間は長いですから、あん中で一生懸命無駄ですよね。あの時世界人類が平和でありません。私の天命が全うされません。ブーというか兵というか分かんないけど、やっている間でもね、それは大変な働きをしている。ね。皆さんが祈りをやっているおかげで、皆さんの
心はどん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 綺麗になってます。また、その光がですね、世界中に振りまかれているんですね。これはもう事実なんですよ。なぜ祈ると光が振りまかれるかというと、ね、いつも村さんの霊界精神見るとお分かりになりますけれども、お祈りしたり、しますと、ね、霊界行きますと、必ず御医先生が出てきますでしょ。御医先生を呼ぶと、大光明三千として出てきます。ね、ところが御医先生ここにいましょう。肉体にもどうして深海出てくるか。なんだか分かんない感じがしますよね。分かったの分かんないのどういうんだろう。しかし、分かんないの分かんないまで、それでいいと思うわけね。これは本当に出てくるわけです。本当に深海に大光明三千として出てくるご先生がいるわけですね。それ肉体にもいるわけです。分かりますか？これが一番大事なところ。それと同じように、皆さんもここに座っている肉体の皆さんがいると同時に、皆さんの本体が深海に厳然としているんですよ。これ忘れちゃいけません。これは宗教の極意なんですよ。肉体にこうやって並んで、ね、どんな顔していらっしゃるか、まあ、いろいろいらっしゃるけども、ね。それを数等倍美人の、数等倍美男子の、ね。そういう本体がね、深海にいる、誰もかのみんないるんです。わかりますか？だから、それが本体なんですよ。その本体が、本体のままで現れていれば、何の苦労もいらないのだけれども、ね、微妙な本体の光が、この荒い波動界の肉体界に来るために、曲がって屈折しちゃって、間違った形で現れているね。本体はそのまま現れてこないわけですよ。曲がって歪んでしまって。そこで、この世の中には悪いことや間違ったことがたくさん出てくるわけ。ね。ところ、私は、元へ戻してね、消えていく姿、現れてくるものはみんな、過去世の因縁で、ね、過去世において、神の御心を離れた少年行為が現れては、不幸になり、災難になって消えていく。自分の嫌な思いになって消えていくんだと教えてるわけね。それ消えていく姿をどこへやるかというと、本体に持っていく。ね。これは本体は皆さんよく知らないから。後ろで守護している先祖の守護霊。また上にいる守護神さんの中へ入れてしまいなさいと。で、それはどうやって入れたらいいかって言ったら、ただ入れたってしょうがないから、もう一つおまけにね、世界の平和を祈るために、世界中に光を振り向くために、世界人類が平和でありますようにと祈りごとにして、それで入れなさいと。神様に感謝しながら入れてしまうわけね。そうしましょう。そうすると、自分の業が消えていくと同時に、自分自身が本体の自分、神様の自分と一つになっていくわけなんですよ。わかりますか？ところがそれは理屈としては、まあ、聞いてもはっきりわからない。そこで、本当に神と一体になってきた私のようなものがね、先導に立って、さあ、ご医先生を思いなさい。私がエレベーターの入り口になって、エレベーターになって、エスカレーターになって、皆さんを、皆さんの本体とか運んであげるから、さあ、ご医先生って耐えてきなさいよと。こう言って皆さんを導いてるわけね。わかりますか？本当は自分の中の自分の本体の中に入ればいいんだけども、なかなかそれができないんですよね。それはそうじゃないと思ってるからね。そこで、実際にやった私のような人がいて、さあ、私のことを思いなさい。この子のエレベーターを通んなさいと言って、通らしてるわけね。皆さん、こう、いつもいつも体を通っていくんですよ。それで、深海行くわけです。で、そういう練習をしてるから、年々亡くなった世界においても、ご先生ってさーっと、ご先生が現れて、ずっと持ってってくれるわけです。わかりますね。だからみんな自分をもっと信じてね、自分が本当に神のことやって、神の命なんだってことを信じきれば、自分の本体の中に入ればいいわけです。とはなかなか信じきれない。信じきった人はそれでいい。とは信じきったつもりで傲慢になってしまう人もあるからね。そこで、やっぱり、守護霊守護霊さんにすがったが安全だということになるわけ。わかりますね。だから、常に自分の本体は神様なんだと。自分は神の子なんだってことを深く信じて、ね、もう統一、統一、祈り祈りに続ける生活をするということが大事ということになります。わかりますか？だから、宗教にとっては祈りが一番大事です。ね。祈りはなぜするかというと、本体と合体することが祈りですから。だからそれをね、自覚なさってね。ああ、いつでも世界平和の祈りをしていれば、自分は大きな働きをしているんだな。自分の本心と一つなんだな。守護霊さん、守護神さんと一つなんだな。ということを、はっきり自覚して、毎日を一生懸命生き生きと生きてくださるよう、お願いいたします。それではどうも。